はいどうも、妖怪チップニップに今回もやっていきます。酸化使った無課金攻略、今回はね、元気ドリンクのね、無課金攻略で必須の元気ドリンクの入手方法についてちょっと話していきたいと思います。まあ注意点とかね、あと序盤の進め方ね、まあ無課金でやる人についてだけどね、はい、ちょっと話していきたいと思いますんでよろしくお願いします。じゃあちょっと入手方法の前に一応ね、サーカー使ってやっていくので、サーカーのね、現在の進捗からお伝えしたいと思います。こちらはメインアカウントで、7回でね、百鬼姫4回で元気ドリンク0個ですね。で、一応ね、前回、まあ、前回ゴルフじゃないけど、前回ね、ホロライブコラボは、一応無課金でね、サーカー宝鐘マリンだっけ？それはね、ゲットしてますね。まあ、ちょっとコラボだからね、ちょっと、優位だったっていうのもあるんですけどね、コラボはね落ちやすいんですよ。で今1個、まだ始めたばかりだから1個ぐらいかな。あと時計の書もなんか落ちましたね。お助けだったのか自分のレベル、自分のやつかな。うん、あ、まだ1個だ。メイヤカは1個だね。他のアカウントはね、ま、落ちてるはずですね。一応まだ交換はしてないですね。今んとこ1個ドロップです。はい、じゃあちょっと2番目のアカウント紹介します。はい、これ2番目のアカウントで現在猫又13回結構いってんな。元気ドリンク1個、あ、これね CM でもゲットできましたね。オープンボックスだっけ。で1個ドロップ CM の方でもらって、ワクワクボックスか。で1個ドロップ2個ドロップって感じかな。はい、あ、3個ドロップかな。なんで、一応今ね、4個ドロップになってますね。一応この2番目のアカウント、前回ね、宝鐘マリンゲットしてるね。はい、左に見えたやつね。はい、じゃあ、3番目のアカウントいきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、現在、猫又12回の4回だね。あ、みんな4回いってんだな。5回いくとあれ引けるんだよな、10連なんちゃらコイン。ね。2番目のアカウントばっか落ちたんかな。そんな感じするね。落ちてないな。あれ、あ、1個あった。あ、2個。まあ、序盤だからこんなもんかな。はい。2個ですね。メインが1個、2番目が4個、3番目が2個。まあ、7個ドロップ。まあ、こんなもん。まあまあだよね。はい。という感じですね。一応、この3番目のアカウントも、宝鐘マリンか。わざわざ見せるのめんどくせえな。前回ね、ゲットしてますね。無課金でね。はい、じゃあ、メインアカウント戻ります。はい、メインアカウント戻ってきました。この、名竜王があれかな？追加ですかね。一応私はね、3アカ使った、自分のね、3アカ使った無課金攻略やってまして、大体ね、コラボの時は60から70個ぐらい。で、コラボじゃないときは50から60個ぐらいね、3赤で、1赤じゃなくてね、3赤でドロップして、一応ね、無課金攻略でやってるんですけど、で、まだね、ガシャは引いてなくて、ガシャはね、少しずつ特攻を積み上げていきたいなっていうところで、まあ、前回のね、ホロライブコラボは、ここの交換枠が強かったんですけど、今回ね、どうなのかって感じですけど、まあ、SSS なんで多分弱いんだろうなっていう感じはしますね。で、一応今のところ、メイン赤1個、2番目のアカウント4個、3番目のアカウント2個の7個ドロップなんですけど、一応ね、元気ドリンクは交換で入手できて、お助けパワーの交換、勝利ご褒美で1個ずつで、ポイント交換でね、ここで7個交換できます。で、なんでここで9個交換できて、さらにね、今回は、CM もね、ワクワクボックスキャンペーンもやってるので、これでもね、元気ドリンク、まあ、早速1回ゲットしたかな。ホロライブの時はね、8個いけました。3赤で233だったかな。アカウントメインサブサブで233、8個ねドロップしたんで、割と頑張ってね CM 見ると、まあ、8個はねちょっとかなり多かったんで、あれね、まあ6個ぐらいはねいけんじゃないかなというふうに計算しています。まあちょっとコラボみたいに、前回コラボだったんでね、ちょっと落ちやすかったかなっていうのがあります。で、あとは、ログインボーナスでね、1個あるので、
そういう意味だと、まあ、10個はまあ、いわゆるドロップじゃなくても、まあ、ゲットできるって形で、はい、まあ、10個プラス何個ドロップするかっていう感じですかね。でやっぱりね30個はね欲しいので、20個ねドロップしてできたらね、3×20×3 で60個ドロップさせたいなっていうところですかね。で3番目のアカウントとかね、特攻のないアカウントは本当ひたすらねお助けアカウントにして調整するっていう形にしてね。でただ途中から特攻によって私はね攻略するアカウント変えてるんであれなんですけど、一応ね、基本としてはこのねロボエモンが言ってるんですけど、プニットショットで半分以上ダメージ当たるとご褒美増えるって感じで、一応ね基本としては半分以上だし、こっちの百鬼姫をお助けした方が、落ちやすくはあります。ただね、猫股の方が数稼げるので、結局はね猫股の方がいつもドロップするって形になりますが、まあただ百鬼姫はね、落ちる確率が高いのは間違いないので、まあ、百鬼姫がねフレンドさん出てて出てて倒してるか倒すのやってんなと思ったらね必ず、手伝うのがいいかなと思います。であとはね課金してる人で実際自分でやらないのにこの方法いいよって言ってる人とかがたまにいるんですけど、その方法が自分のサブアカばっかお助けしてメインアカ落とすやり方っていうのがたまに紹介されたりしてるんですけど、序盤はですよ、序盤、後半は違います。序盤は同じ人からあんまり2回以上ドロップってあんましないんですよ、元気ドリンクって、これまでの経験上。なのでそのまあお助けするとお助けパワーね5で済んで、今ねマックスが50だから10回お助けできてってなるんですけど、自分のサブアカばっかり助けてもね落ちないんですよ、そんなに数。なので、まあ、もしねその自分のサブアカだけお助けするパターンやるとしたら、お助けして1個ドロップするじゃないですか、元気ドリンク1個ドロップしたらもうアンインストールして、そんでもう1回作り直しするのがベストかなと思います。ただそれでもね自分のねサバカから落ちにくく、多分ね運営そういう風にしてんだと思うんだけど、うん、自分のサバカとかは1個は落ちるけど複数落ちにくいので、なんかあんまり自分のサバカばっかお助けするってやり方は推奨しないので、もう実際それやってね10個過去落ちましたよって誰も言ってないんでねなんでちょっと実績のないやり方をよく紹介してるなと思うんですけど、はい、そんな感じですなので基本的にはいろんな人を、序盤はですよ、序盤は序盤はいろんな人をお助けするのがいいです。でかつねいろんな人にお助けしてもらうのもいいです。なので序盤は本当にまんべんなくねフレンドさんお助けするようにしましょう。で百鬼姫がベターだけど、まあ全然猫股でも落ちるので、たまにミニ必殺が落ちるじゃないですか、必殺の秘伝書、あれが落ちた時はね結構惜しかったっていうね印なんだよね。で一応ね半分以上って言ってるんですけど、半分以上じゃなくても全然落ちるので、とにかく数を無課金で頑張りたい人は数をこなしてほしいのと、あとはねこれね毎回言ってるんですけど、とどめを刺すと結構落ちやすいんですよ。なんでなんか残りヒットポイントなんか100とか残ってて、あなんかこんなしょぼいのでって思うかもしれないんですけど、どんどんね積極的にフレンドさんのね猫股と百鬼姫ねとどめを刺してあげるといいのかなと思います。フレンドさん自体もね倒してもらうとドロップもねするので、お互いウィンウィンの関係になってるんでね、はい、ぜひねいろんな人を助けてもらうっていう形にして、元気ドリンク同じ人だととにかく落ちないので、1個落ちますよ、1個落ちますけど2個目以降がね
前半は落ちないので後半は落ちるんですよ。後半はこれがね40超えてくと同じ相手でも落ちるようになるんで、なんですけど前半は本当ね、多分まあそういう風に運営がね自分のサバカばっか助けて元気ドリンク集めまくって無課金で攻略されると困るんで、多分そういうブロックの仕方をしてると思うんですが、うん、とにかくねフレンドさんいろんな人をお助けして自分もお助けしてもらうっていうのをやってみてください。とにかくね、まあ序盤はヒットポイントねこうやって550とかね低いんで、まあどんどんね表に出しといて倒してちょっつって倒してもらうのがいいのかなと思いますね。で私ねこれすぐにバトルね使わないんですよね。ヒットポイントがね分かるので、これ私ね最後の寝る前に一回このすぐにバトルのボタンは使うんですけど、普段はねちょっとヒットポイント次のレベル分かりたいんで使わないようにしてますね。であと今はまあちょっとヒットポイント高いんでいいんですけど、後半になったらねヒットポイント高くなるので、私がいつもやってるのが自分の3赤1人のフレンドさんと友達になって3赤でねトリプルアタックでお助けするっていうやり方でやってます。そうするとねお助け今後ヒットポイント上がった時にねお助け完了できるようにできますんで、まあ自分のね3赤1人のフレンドさんとなるのがいいですけどね。まあもっと仲いい人となったらね 3×3 自分の3赤フレンドさんの3赤ね3つ同士ガッチャンコでフレンドになると非常にありがたいね。本当に相手もトリプルアタックでお助けしてくれるので、はい、やっぱりね1人だけだとねなかなか火力的に中盤後半とかってさお助け成功しづらいので、やっぱりね3赤フレンドになってるといいのかなと思います。で一応今回はヒットポイントまだ私分かってないんですけど、まあ5か 6までは、まあ、6もな特攻ないと難しいかな。はい、なるべくね、クリアしたいアカウントはレベルがね低い6とか5、6、7とかは、ね、まあ7は無理かな、5、6まではね、サブアカとかでできたらね倒せるようにしたいなと思ってます。元気ドリンクはね序盤はヒットポイント低くて時間的にも余裕があるんでね、そこはサブアカとかで倒していければなと思っております。まあ目標はね久々にこの前宝生マリンで3アカ今回でいう100騎姫ゲットできましたが、まあできたらね最近の傾向だと1アカウントねコラボでもないので1アカウントクリアできたらなと思ってます。ただ100騎姫いてもね黒竜青年期に勝てないと思うので、はい、まあガシャ運がねあると思うので、まあガシャね運が良かったアカウントで頑張りたいかなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じします。とりあえず今回まあもう序盤でもう7個落ちたんで、でただねさっきも言った通り、さっきもじゃなくてこの私のね各アカウントでドロップ全然違うじゃないですか。でそうそういうことも結構あるので、まあでもねコツコツとやってれば鳴らされるので、はい、ぜひね慌てず騒がず、はい、無課金でね頑張る人を助け頑張っていきましょう。はい、じゃあ今回こんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、あとはガシャで特攻を積み上げていけるといいですね。ミッションで元気ドリンクないよな、うん、ないね。はい、なんでぜひね各アカウント2桁10個ドロップでき、あ10個20個ドロップかさせていきましょう。それではまたお会いしましょう。さようなら。20個ずつ落ちたらすごいけど、今回 CM あるからね、ワンチャンチャンスじゃないかな。